4年の内村武人と申します。本日はよろしくお願いいたします。意外に熱いなって言われることっていうのはどんな場面で、人のサポートとかするときに意外とそういうところを見てるんだとか、抽象的すぎてなんだかよくわからない。今の面接だったとしたらどうしますか？どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということで今回はノーカットの面接企画なんですけども、実際の面接を皆さんにノーカットでお送りできたらなと思っております。今回も相馬さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回お越しいただいた就活生を紹介させていただきます。内村さんです。よろしくお願いします。九州大学理学部科学科4年の内村武人と申します。本日はよろしくお願いいたします。今のちなみに就活の状況とかもお聞きしてもいいですか？はい、就活はまだ内定っていうのはいただいてなくて、一次面接だったりエントリーシートの結果待ちっていうのがほとんどになってます。ということでですね、想定企業としては今内村さんが中心に受けている大手の人材系の会社の採用責任者として判断いただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい。じゃあよろしくお願いいたします。今日は弊社のですね、面接にお越しいただきまして、本当ありがとうございます。まず、確認なんですけれども、先ほどもおっしゃっていただきましたが、大学は九州大学なんですね。はい。はい。で、理学部です。理学部に。で、学科名がちょっとわからなかったんですけど、何学科っておっしゃってました？化学科、化学科です。あ、化学ですね。あ、なるほど。理系の方なんですね。で、ただ就職はあれですか、文系就職というか、普通にほとんど文系のオフィスを見ております。なるほど、わかりました。で、先ほど言ってたように、人材系の企業とかを探しているということなんですね。そのあたりもまた後でいろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。今日お伺いしたいのは、大きく分けると2つで、内村さんがどんな方なのかっていうのをお伺いするために、過去にやってきたこととかですね、よく言われると思うんですけど、学知化とかですね、学生時代に力を入れたことなんですかとか、本当にどんな学生生活を過ごしてこられたのかとか、そういったところをですね、教えていただきたいというのが一つです。で、二つ目は、どちらかというとこの就職志向って言われるような、今会社選んだり仕事選んだりをしている基準ですね。で、それがなぜそういう基準になったのかっていうような理由の部分も含めてですね、いろいろお伺いできればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。はい。じゃあもう早速なんですけれども、まず一つ目に、入りたいと思うんですけども、大学時代にどんなことをやっておられたかということなんですけど、一番時間に使われてたことってどんなことなんですか？自分が一番学生時代に時間を使ったこととしては、飲食店のオープニングスタッフという、飲食店のオープニングスタッフで、店舗の円滑な運営に努めたことです。飲食店というのはどんな飲食店だったんですか？海沿いのカフェレストランです。海沿いのカフェレストラン。はい。その海沿いっていうのはもう本当に海岸沿いってことですよね。そうです。もう海岸沿いのところです。カフェレストランの大きさとか、どんな雰囲気だとかっていうのでいうと、どんなものですか？店舗の大きさ自体は一軒家みたいな形なんですけど、イタリアンを主に扱ってまして、パスタだったりとかと、あとパンケーキっていうのを売りにしておりました。イタリアンで、パスタ。一軒家だったら、どうですかね。20席とかそれぐらい？そうです。わかりました。で、オープニングスタッフっていうことなんですけども、このオープニングスタッフは全部で何人ぐらいいらっしゃったんですか？オープンしたての頃は10名弱ぐらいで、その後にどんどん増えていったという形になります。10名弱。じゃあ、その最初の10名弱の中の1人が内村さんだったということなんですね。はい。わかりました。いろいろやられたことはあると思うんですけども、どんなことをやられたんでしょうか？苦労したこととか大変だったことはあったと思うんですけど、どうでしょうか？自分がやったこととしては、スタッフの業務の流れが理解できていなかったっていうのがあったので、マニュアル作成っていうのをさせていただきました。前提として、まずスタッフが結構辛そうに働いているっていうのがすごい見えていたので、辛そうに働いてた。で、理由が一つがスタッフ不足による業務の多さと、もう一つが一つがそのスタッフが業務の流れを理解できていないという2点があったので、はい少人数でも円滑な運営ができるように業務を可視化してマニュアル作成というのをさせていただきました。具体的にそのマニュアル化っていうのは、はい最終的にはどんなものを作りながらやりますか？紙じゃなくてその LINE グループがあったのでそこにノートに貼り付ける形でマニュアル化というのをさせていただきました。なるほど。グループの、ノートに貼り付けたんですね、はい、分量はどれぐらいのものなんですか？分量はちょっと調理からその片付け配膳までちょっと分けてあったので、その一つ一つはそんなに多くなかったんですけど、一つ全部を簡潔に分かりやすくまとめるっていうのを心がけていました。簡潔に、まとめていく、はいわかりました。これどういうところが苦労されました？このマニュアルを作っていくに際して、はい一番課題だったか難しいと感じた点は自分自身が飲食店でのアルバイト経験がそこが初めてだったので、はいはい、分からないことがすごく多かったなというふうに感じてました。でそれを解決するためにその料理長だったりとかホールですごい長く経験のあるそのベテランの方っていうのにヒアリングを行いながらそれを、自分がそのホールとキッチンを兼任して、はい、本当にこれっていいんだろうかみたいなのを考えながらまとめていきました。じゃあ実際に、すべてのもうプロセスに関わって実際に実行をやってみたってことなんですかね。そうですね。他のスタッフのサポートって面で両方させていただきました。期間的にはどれぐらいやっておられたんですか？一番その勤務していたときは、週に40時間、50時間ぐらい働いてました。40っていうと、もうね、労基法ギリギリということで、そうですね。普通にフルタイムで働いてるみたいな感じなんですね。そうですね、1日8時間ぐらいを働いてました。その1日8時間働いて、そのマニュアルを作るまでの期間ってどのぐらいだったんですか？1ヶ月弱ぐらいだったと。わかりました。例えば実際にそのマニュアルを作ったことによって最初、辛そうに働いてた人が多かったっていうふうにねおっしゃってたんですけど、それは改善された感じなんでしょうか？はい、結果としてはその注文されてからお客様がそもそも15分ぐらい待っていたんですけど、それも5分ぐらいに短縮できたのとスタッフが片付けができてなかったのでその残業をしていたんですけどその残業時間を1時間弱ぐらいあったものを30分程度に短くすることができたので、スタッフも徐々に笑顔が増えてお店の雰囲気の向上というのはできたと思います。なるほど。それであれですか、やっぱり退職するアルバイトも減ったりとか、そんないい効果もあったっていう感じですか？そうですね。お客様からご指摘を受けることがすごく減ったなと考えています。はい。わかりました。そもそも最初に、はい、今のその海沿いの、はい、イタリアンレストランを選ばれたきっかけみたいなものっていうのは何かあったんですか？はい。きっかけはその時期にバイトをしていなくて、その何かしたいなと思っている時にたまたま友達が教えてくれて。で飲食店でも働きたいなという思いもあったのでそこに応募しました。友達がバイトをして友達がなんかビラを持ってきたんですよ。で一緒に応募しないって言われたけど結局その友達は応募せずに自分だけ入る。なんかよくアイドルのやつとかでありがちな自分が入っちゃったってやつですか？はい。であと飲食店もやってみたかったからってことなんですけど、それはなんで飲食店をやってみたかったんでしょうか？自分自身大学生活のうちにいろんなアルバイトを経験したいなというふうに思っていた部分があったので、1年生の頃そのバイトは2年生の時にやっていたんですけど、1年生の頃はスポーツショップで販売員っていうのをやっていたので、次は違うことをしてみようと思って飲食店してみたいなと考えてみました。なるほど。じゃあこれは2年生の話ですかね。そうですね、大学2年の夏の話になります。実際どうです？まあいろいろやってみたいということで飲食店をやったということなんですけど、スポーツ店から飲食店に変わって、はい、なんかこういろいろ得たこととか気づいたこととか、そういったものって何かあったんでしょうか？はい、主にスポーツショップではレジのスタッフとその裏の物流のインターネット EC の担当をしてたんですけど、はい、で飲食店に入ってそのキッチンとホール両方常に見渡すっていう役回りに立ってみて、その、どちらもその、お客様っていうのはサービスに大切なんですけど、スタッフ、飲食店に入ってからよりスタッフにも目を向けるようになったというか、チームで働くっていうことの大切さを認識したなと思っています。実際そのチームで働く際に、はい、どんなことが重要だっていうことが分かりましたでしょうか？積極的にコミュニケーションを取る必要がすごいあるなって感じていて、マニュアル作成の当初はあまり自分自身も声かけられていなかったというか、ですけど、徐々に他のスタッフもマニュアル通りにうまく動いてくれるようになったんですけど、はい、その時に積極的にありがとうっていう自分から伝えることによって、他のスタッフもどんどん笑顔になっていったかなと。なるほど。積極的にコミュニケーションを取ると、要は頻度を増やすとか、そういうことなんですか？そうですね、頻度を増やして、よりポジティブなことを声かけをするっていうのを心がけていました。実際チームの中でいうと、内村さんはどんな役割を担うことが多い方なんですか？今回の飲食店のことでもいいですし、他のそういうチームでね、やるときのことでも構わないですけど、どうですか？いろんな活動をしていく中で、よく縁の下の力持ちタイプだなと自分は考えています。例えばどんなことでしょうか？学生団体とかでも活動しているんですけど、他のスタッフが手の回っていないところを、率先して見つけてやったりとか、どちらかというとリーダータイプというよりは、リーダーを支えて、より団体の質じゃないけど、運営を円滑にしていくような立ち回りをしております。ちなみに学生団体というのはどんなことをやってらっしゃるんですか？今、オンラインが主流になっていると思うんですけど、オンラインの場でも人が悩みを打ち明けて、その解決する中で、よりポジティブな感じになったらいいなと思って、オンライン交流の場を提供しております。オンライン交流というと、一頃流行ったズーム飲み的な、アルコールあるかどうかは。そして、そういうような。そうですね、ズームのミーティングな、テーマを決めて、ズームを開いて、参加者の方を募るという形のイベントを開催しております。さっきの縁の下の力持ちっていう話でいうと、例えばその中でどんなことをやられていますか？はい、他の学生団体で結構スライド作りとか、フォームの作成、ポスターの作成とかいろいろあったんですけど、他のスタッフも就活をしていたりとか、学校のテストだったり、レポートっていうのがたくさんある中で、結構辛そうというか、忙しそうっていう時に、率先して他の仕事変わるよとか、結構悩んでるけど大丈夫みたいな声かける、他のスタッフをフォローするっていうふうに心がけておりました。なるほど。わかりました。ちなみに皆さん、内村さんは、どうでしょう、周りの人からどんな人だって言われることが多いですか？はい、自分は第一印象はおとなしそうって言われるんですけど、はい、関わっていったら熱い部分がある人って言われます。確かに第一印象は若干ね、おとなしいとか、今日も緊張。そうですね、緊張しやすいのでおとなしいって見られるのかなと。日本人多いですけどね。とか面接って異常な場ですからね、見知らぬおじさんにいろいろ聞かれるっていう、そんな感じで、そうですか。で、例えば意外に熱いなって言われることっていうのは、どんな場面でそういうことを思われると思います？人のサポートとかするときに、意外とそういうところを見てるんだとか、人が見てないところまでその人について見ようとする部分だったりとか、自分の熱中したことに対してすごい没頭力というか、情熱を注い時間とか情熱を注いでる部分があるので、そこを熱いって捉えられてるのかなと思って。そういうところまで見てるんだっていうのは、どういうところまで見てるんですか？ミーティング中にスタッフにいつも他のメンバーがその辛そうな顔をしてるっていうのは、なんか他のメンバー気づかないらしいんですけど、こう自分自身がちょっと人の感情だったりとかにすごいフォーカスしているというか、感情をよく捉えようとしている部分があるみたいで、こうがそこまで見てるんだとか、観察力があるなっていうふうに言われます。なるほど。彼がなんかあの時ちょっと嫌そうな顔してたよとか、そういう、例えばそういうことも細かいですねってことですね。はい。さっき没頭力って言われたのもちょっとお伺いしたんですけど、はい、どれぐらい没頭力があるか知らんですか？はい、これも例えばでいいんですけど、どうでしょう？まあ学生団体の活動においては、自分スライド担当というのを任されていたんですけど、その中でスライド作るのにハマってしまって、なんか1ヶ月になんか15個ぐらいスライド作って、なんか自分の考えとかまとめたり、そのズーム飲み会で利用するみたいな形をしていたりとか、別の活動になってしまうんですけど、バドミントンが好きすぎて、バドミントンの普及活動にいつの間にか携わろうとしていました。バドミントンの普及活動、その前にスライドの話なんですけど、15枚のスライドを作るっていう時に、どれぐらいの時間かけてやったりとかするんですか？もうなんか気づいたら朝から始めて、気づいたら夜だったとか、そんなレベルですか？15枚っていう15個。15個。そう。だから一つ一つのスライドがさらにもっと多いですね、じゃあ。そうです。枚数で言ったら150枚から200枚ぐらい取るんです。150枚から200枚、はい。一日一つのテーマ、なんかその自分が言いたいこととか伝えたいことっていうのを決めたら、なんかふと夕方始めて、まあ、夜まで作って、暇な友人がいたらその人に聞いてもらうみたいなことをしておりました。で、バドミントンの普及もなんか知らないうちに始めてたみたいな感じなんですけど、これはちなみにどんなことでしょうか？やったこととしては、ほぼ研修がメインで、あまり具体的な成果というのを残せていないんですけども、コロナで今ちょっと活動休止中で、そのコロナがなかった場合は全国各地に回って、その講習活動、バドミントンの講習っていうののサポートする予定でした。ありがとうございます。じゃあ、そろそろじゃあ2つ目の、お伺いしたいことで、内村さんの就職志向についてお伺いできればと思ってるんですね。その就職志向っていうのは、仕事をどんな仕事を選んでいるのかとか、会社をどうやって選んでいるのかっていうところですけれども、実際どんなところを大事にして会社の仕事を選んでいくことが多いでしょうか？はい、私は大きく2つの軸で会社を見込んでおります。1つ目が、働く人が笑顔で働ける社会を作りたいなと考えているので、その仕事を通して自分が働く人をどれだけサポートできるかって観点から、キャリア教育だったりとか、人材紹介、人材開発、組織開発的なアプローチができる人材系の業界っていうのを見ております。なるほど。で、2つ目の軸として、自分が手を挙げたときに、挑戦できる環境かどうかっていう点を重視して見ております。にチャレンジできるかどうかね。そう。最初の1つ目なんですけど、はい、さっきの飲食店のところでもねありましたけど、働く人がこう笑顔になるみたいなことが、はい、内村さんにとっての喜びだということなんですけど、はい、これどうしてもちろんね悪いことじゃないと思うんですよね。笑顔になってくれたらね。でもそれが結構一番の仕事になるところは、はい、なんかきっかけであったりとか、今までのその生まれてきてからこれまでのね環境の中で何かあったのことがですね、どうしてこういうことをこの軸が大事になったんでしょうか？はい、大きく分けて2つあると思っていて、はい、1つが自分のアルバイト経験があると思ってます。その飲食店で働いていた時もスポーツショップで働いていた時も、やっぱり辛そうに働いているスタッフっていうのは多いと思っているので、そういう人たちが少しでも笑顔で働けるようにしたいなと考えております。で、もう2つ目が、コロナ禍でその飲食店だったりとかサービス業で働いている方がものすごく、飲食店じゃなくて医療従事者の方やそのサービス業で働いている方がすごい大変そうにしておられるっていうのがよくメディア等でも取り上げられていて、日本はこれから少子高齢化も進んでいく中で、その医療従事者の方とかサービス業をしていく人が辛そうに働いている現状ってすごい課題だと感じていたので、それを改善したいなと思っています。なんか人が辛そうにしてるのはすごい嫌なんですね。そうですね。キーワードかもしれないですけど、そうかなるほどね。で、人材の仕事っていうのが、まあ、業界も広いですしね、相手にしてる業界っていうのも、それでいいんじゃないかっていうことになってくるんですね。はい。わかりました。ちなみに日常でね、こう、その働く人、まあ、いろんな周りの人が笑顔になるようにっていうことで、アルバイト以外で何かやってることってあったりしますか？アルバイト以外、まあ、友人とかのその悩み相談とかは積極的に行うようにしてるんですね。結構悩み相談されるタイプなんですか？そうですね、仲のいい友人にからはよくされるというか、まあ、自分から結構声をかけるので、その結構最近どうなのみたいな形でその波引き出そうとする側面が強いかもしれない。なるほど。自分から悩み相談をされに行くっていう感じなんですね。そうですね。なるほどね。そしたらやっぱりこう悩み相談、内村さんの悩み相談のスタイルというか、どんな感じなんですか？基本的に最近、Zoom で話すことが多いんですけど、まずちょっとアイスブレイク、はい、こんな形で、Zoom で1-on-1で形で話すんですけど、まあ、アイスブレイクとしては。1-on-1やってるんですね。そうですね、1-on-1は結構好きで、友人とかだったらあんま緊張してないので、Zoom やるので、自分自身のスライドを使って、まずアイスブレイクして、そこから最近の、お互いの就職活動の様子だったりとか、学校で、今研究室とかゼミとか始まっているので、どんな感じなのとか聞きながらって形です。そこでもスライド使ってアイスブレイクするんですね。そうですね、結構それも聞いてほしいっていうのはちょっとあるかもしれない。どんなスライド作るんですか、ちなみにバドミントンの魅力を伝えるスライドを作ったこともありますし、自分が思ってる、恋愛と野球を組み合わせて、恋愛と野球、はい。恋愛を打撃理論に当てはめてみたみたいな、よくわからんスライドを作っておりました。なるほど。それをこう、じゃあ、普通に友達との間でも、こうやってズームで喋ってるのに、ちょっと画面共有するねって感じで、こう、見せてみてもらっちゃう。そうですね。面白いですね。じゃあ、それが一つ目で、働く人を笑顔するみたいなね、ことがありますけど、もう一つが、手を挙げたときに挑戦できるっていうことなんですけど、これはどうしてこの軸っていうのが大事になったんでしょうか？はい、具体的に人材とか働く人にアプローチしたいというのが決まっているんですけど、今後どのようにしたいとか、こういう事業を通してっていうのがあまり鮮明ではないので、働く中でマーケティングや営業を通してお客様のニーズだったりをミクロな視点とかマクロの視点でキャッチアップしていくと思うんですけど、その中でこれがしたいとか、これならよりお客様にいいんじゃないかってサービスができたときに納得させることができたら、それを挑戦させてもらえるかどうかっていうのが自分の中で大切だなと感じたので、この軸を設けさせていただきました。なんかあれですか、高い壁があったらどうるみたいに、ド M じゃないですけど、結構大変な高いハードルをね、超えたいみたいな、そういうタイプなんですか？そうですね、自分自身の結構ステップアップというか、改善とか成果を出すことが結構モチベーションの源泉になっているので、そのサービスの質だったりとか、サービスの対象とかをどんどん広げていけたらなというふうには思ってます。じゃあ、広く、自分のやれる領域みたいなものを広げていくっていうのは一つの、モチベーションになってるっていうことなんですかね。そうですね、結構幅広い知識を身につけたいなと考えています。これまでもそうでした？今までのこの学生に至るまでの生まれてから今の中で、そうですね、大学生活においても結構アルバイトも一つのことだけじゃなくて、いろんなことを経験したいと考えていたりとか、課外活動でバドミントンの普及だったり、学生団体も今なぜか3つぐらいやっているんですけど、キャリア支援コミュニティの運営だったりとか、先ほど言った悩み解決の場のコミュニティだったりとか、教育系の NPO みたいなのも参加しています。なるほどね。ちなみに広げていってね、自分自身のできる領域とかは広げていって、最終的にこんな風になりたいとかっていうのは、まあ、今全然なくても構わないんですけど、そういうゴールみたいなとかロールモデルみたいな人とか、はい、そういうのってあったりとかするんですか？まあ、ロールモデルで言ったら、まあ、ワンピースのルフィみたいな人になりたいと言ってるんですけど、なるほど、だいぶなかなかなりにくい感じですけど、そうですね。ルフィのどんなところがなりたい？自分の意思決定だったりとか、自分の目標に向かってまっすぐなんだけど、その、まあ、大切な人だったりとか、困ってる人に対して、まあ、手を差し伸べるじゃないですけど、その人たちのために何よりも頑張れる点を真似したいなって考えます。まあ、特に個別具体的に何をやりたいっていうのはそんなにないかもしれないですね。はい、ありました。他にもどうです？人材系とかそういう職種とか仕事選びってことで言うとそうだと思うんですけど、まあ、人材系も多分いくつもあって、はい、で、まあ、それぞれ多少こう特徴が違ったりとかすると思うんですけど、他にまあ、もうちょっと小さい軸というか選択基準みたいなのってあったりします？最近ではちょっと医療介護の領域に少し興味があるじゃないですけど、はい、より医療従事者だったり介護従事者だったりします。そういう人たちのサポートをメインでやってる会社さんっていうのに興味があります。うんうん、それはどうしてですか？まあ、これも理由が2つあると思っていて、まあ、1つ目が自分がもともと薬剤師を目指していた時期があって、やっぱり自分はその薬剤師になれなかったんですけど、まあ、そういう人たちを支えるっていう方向性から関わることができるんじゃないかなっていうふうに最近は思っております。で、もう1つが自分が田舎で育ったんですけど、やっぱり結構介護職っていうのは少なく、やっぱりどうしても辛いイメージっていうのがつきまとっているので、介護職が足りなくて、老人ホームに入る街みたいなのがやっぱりたくさんあったので、この現状を変えるためにもその人たちをサポートできたらなって考えてます。なるほど。まあ、そういったところも見てるっていう感じですね。そうです。そうですか、分かりました。はい、そろそろ20分ぐらいなので、まあ、大体これで面接終わりということになりますけれども、いろいろ根掘り葉掘り聞いてしまって申し訳ございません。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。では以上で終わります。ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、失礼します。はい、ということで面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。内村さん、感想どうですか？終わってみて。普段の面接よりは多分言えた方だと思うんですけど、やっぱりちょっと緊張してしまって自分の中で言葉選びとかが難しかったなというふうに思っています。ということで、二次面接ぐらいで今の面接だったとしたらどうしますか、鳥羽さんだったら。まあ、そうですね。正直言うとちょっと微妙なとこかなっていう感じなんですよね。はい、理由は、まず前提として内村さんはこの場はどんな場だっていうのをちゃんとなんか認識されてない気がしたんですね。どんな人なのかっていうのをイメージさせてほしいっていうところがあるんですよね。海沿いのカフェレストランとおっしゃったんですけど、言われたらそれでイメージ浮かぶんですけど、でも海沿いのカフェレストラン、なんかすごい崖のこうあたりに立ってるイメージしたけど、多分そんなんじゃないんですよね。多分ね。そうですね、なんかちょっと道沿いの。道沿いで、いろいろ聞いてみると、一軒家だったりとか、イタリアンとか、20席ぐらいとか、席数もこっちから聞いて、ああ、じゃあそれぐらいの広さかとか、僕は全部聞いていって、埋めていったんで、あ、そういうところの話なんだっていうのが、これでようやく分かったんですよね。でもこれが、はっきり言って、ここまで聞く人はそんな、あんまりいないんですよ。本当だったら、自分で言ってほしいです。なんでかといったら楽だからです。だから、かなり前の段階でつまずいてる感じがしますね、内村さんの場合。学生からすると、あれ話長くなっちゃダメだって思う気持ちもあって、そこの塩梅が難しいなとも思いました。まあ、塩梅はね、確か難しいと思うんですよ。聞いてくれる人だなと思ったら預けちゃってもいいと思うんですよね。ですけど、オンラインで突っ込んで聞いていくのって面接官側も難しいんですよね。そういうことを考えると、プレゼンみたいな感じでもう全部の情報を伝えた方がいいと思うんですね。まずその回答の仕方っていうところが抽象的すぎて、相手にこのイメージができるような具体的な情報っていうのが1回目の回答にはほぼ入ってない。内村さんがいい人かどうかとかうちに合ってるかどうかっていう以前の問題でなんだかよくわからないっていうので落ちちゃうんですよ。だから今回微妙だなって言ったのはこんだけ聞いたのに出なかったのはもうまあしゃあないなっていうことでちょっとスタッフ合格かなっていうそんな感じなんですよね。学生さんによく言うのは面接官にとっての分かりやすさと学生さんが思っている分かりやすく話すっていうことがずれてるんですよね。でそれはどういうことかっていうと面接官はイメージしてるんですよ。イメージするためには結構具体性とか大事じゃないですか、ね、だからディテールがすごい重要なんですよ。でも学生さんはシンプルに簡潔に結論からとかっていうことばっかり言うんですけど、そうやって抽象度を高めていくのはこちらにとってはどちらかというと分かりにくいんですよね。だからこの大きなズレっていうのは結構いろんな学生さんとの間でなっててですね、いや本当そうだな、はい、だからそこは気をつけた方がいいかなと思うんですね。もうちょっと具体的にアドバイスをするとですね、コスワード言葉まず禁止ですね。コスワード言葉、コスワード言葉、例えば皆さんからどんなふうに言われるんですかって話をした時に、一見するとおとなしそうなんだけれども熱い人だっていうふうに見えますって言ってましたよね。でどんなところの場面を見てね熱いと思われるんですかって言ったら、人のサポートする時にそういうことまで見てるんだ、そういうことまでって言ったら、メスがどう思うかって言うと、いやいやどういうことやねんと思うんですよ。なんでそこ隠すって感じなんですよ、うん、そういうとこまで見てるんだの、そういうとこが知りたいんですよね。コスワードのことを使わないというのが一つで、あとね形容詞もやめた方がいいですね。大きい店でしたじゃなくて何席ある店でしたって言えばいいだけなので、形容詞もできるだけ使わないで表現してみるっていうことですよね。あと例え話も比喩も禁止。例えば自分の所属していたサークルの中で2つのグループが分かれてすごい壁があったんですよって絶対壁なんかないですよね。そこに比喩ですよね、うん、つまりコミュニケーション上の何か問題があったっていうことを壁があったっていうふうに表現してるわけなんですけど、それ以上は分かんないですよね。メジスカンバカじゃない、まあ、別に壁があったのかレンガのとかって絶対思わないんですけど、だからその壁は何だって絶対聞いてくるわけですけど、このワンストロークが無駄なんですよね。で結局20分の中の情報量っていうのはね多分だいぶ少ない。最初から言ってくれればさらにねもっといろいろ聞けたとか、あるいはもう1エピソード聞けたりとかいろんなこともっと聞けたと思うんですけど、それがね聞けなかったっていう感じなんですよね。具体性を持って話せっていうのが具体的じゃないから学生さんはどう直せばいいか多分分かんないと思うんですけど、今だってだいぶ分かります。どう話せばいいのか。コスワード言葉って結構使ってるなーって思ったりとか、はい、大きい店じゃなくて何席ぐらいの店みたいな、そういう確かにそこすごいしっくりきたというか。コスワード言葉、比喩、形容詞禁止みたいな感じですね。で、まあできるだけ数字にしたりとか、大変ですよね。めっちゃ勉強になりますね、これは。いい人かどうか、以前の伝え方とか考え方とか、表現の部分でつまずいてたってことですね。だと思います。こんな短い時間で分かるわけないっちゃわけはないんですけども、それをもうあるから仕方ないじゃないですか。で、やるしかない。って言った時にはどんだけ自分の人となりに関する情報量をいっぱい詰め込めるかっていうのがねすごく重要なんですけど、多分そこで済ませてますね。でもね結構ね多いんですよ。まあ多いと思います。78割の学生さんはそこで済ませてますね。今一連のフィードバックをいただいたんですが、内村さん感想をいただいてもよろしいでしょうか。まあ自分自身その抽象的って言われることがちょこちょこあって、数字だったりとか分かりやすさっていう面にあんまりフォーカスできてなかったのかなっていうふうに思ったので、ちょっと土日とか使って見直していきたいなと思いました。ということで僕自身も就活したのに7月とかだったのでまだまだ時間あるなと思うので、今回のソワさんからのフィードバックを糧により良い就職活動を進めていただけたらなと思ってます。ソワさんの会社の新卒採用であったり SNS は下の概要欄に貼ってあるのでよかったら覗いてみてください。本日は皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。